もうやることあったら言ってねなんて言って、やることあったら言ってねなんて座っちゃってるけどさ。うん、うん。いや、何もないのかと思ってさ。ああ、やっぱ料理するんじゃないの？え？なんか最近自分で料理するってみんなに言ってるけど。言わない。そんな人さ。みんなになんか言ってないよ。え？料理するなんて言ってないよ。誰にそんなこと言ったの？到底そんなこと言ってる人とは思えないんだけど、そんな何かあったら言ってねなんて座ってテレビ見ちゃって。テレビ見てるわけじゃないけど、手の出すとこないわ。いくらでもあんじゃん、もやし温めたりとかさ、いつもやってること、うん、もやし温めたりとか。もやし温めたり、ね、俺料理長じゃないんだから、俺何でも指示出すのめんどくさいよ、そんなの。そっか。俺だって仕事から帰ってきたらババに指示出さなきゃいけないの全部。やることなかったら、やることあったら言ってねなんて座られたらさ。じゃあ消そうか。うん、そうだね。なんだか映画のあるけど、見て消しちゃうんだけど。背の高い男の職員さん。うんうんうん、あの人が一番仲良い人なの。うん。あの人女性いないね。うん。あんだけ背が高い人とさ、うん、そんなに会うことなかったもんね、多分。あんなに身長大きい人と。一緒に踊るってことはないよね。あの人は指導係みたいな感じでさ。ああ。うん。あんな身長大きい人とさ、うん、出ないよ。なんかそう笑っちゃうよね。あんな大きい人、この土産、うん、全然違うもんね。なんて呼ばれてんの私？うん、なんだっけな。私なんて名前だっけ。もっと子じゃないって。え、って呼ばれてんじゃないの？もとこさんじゃなくて、なんて呼ばれてる？もとこさん。二文字で呼ばれてんじゃないの？ん？二文字。ん？二文字だよね。もこじゃんかしら。なんて呼ばれてるのかな？行くとずっとそれで呼び合えてるの、不思議だなと思ってて。だから、もとこさんって呼ばれてるんでしょ。もとこさんって言ってるんだかな。うん、なんか、ね、名字じゃなくて名前で呼んでくれるって言ってたじゃん。うん、そうだ、もとこさんって。もこ。もこじゃない。もこって呼ぶのは違うでしょ、ババの旦那さんでしょ。うん、そうそう。つけた。はい、大丈夫。消す。うん。すっかり消しちゃっていい？うん。すごくあれなんだよね。つけるのに大変なんだよ。これだけつけとく。もう見ない。あ、俺は大丈夫。大丈夫。うん。じゃあ消しちゃおう。ね。今日は何曜日だ。今日は。お疲れ様です。寝るね。うん。くたびれた。ああ、そっか。張り切って用意したから。ああ。あっち手伝いに行って、で踊りに行ったところでさ、畳むのやなんか畳まえて、うん、あ、そうなんだ。一番上手だったから、こんなに新聞やらね、全部一枚ずつ畳んでね。あ、そうなんだ。うん、あのこうバスタオルもね、うん、ちっちゃいのね、いっぱい畳んでね、みんなが使うやつやったの。あ、みんなびっくりしてんの。荒川さんがおっとりとした奥さんはかと思ったら、すごいよくやるのねって言って褒められちゃった。みんながこのぐらいけやんないのにね、ババなんかこのへうん、感心されちゃったよ。さあ、じゃあ寝るかな。はい。おとなしいじゃないの。あ、ねえ、うん、じゃ あお水一杯飲んでね。明日の朝はさ、うん、やってくれるって言ったよね。うん、朝、うん、
じゃあ私は起きてやらなくてもいい？うん、大丈夫。あの頃が一番よく眠れるの。あ、そうなんだ。うん、なかなか夜は眠れないんだけどね。あ、可愛い靴下履いてんじゃない洗濯いらしてないでしょ、それ。ああ。ね。ありがとね。お茶いっぱい飲んで寝るわ。お茶じゃダメか。お水だな。では、練習中、たびたび投球動作の確認を行う姿が。その後も4月に再開予定。おはようございます。日記書いてんだよ。ああ、よかった。日記書いてんだけどね、うん、漢字が全然書けないの。ああ、それで今ね、虫眼鏡でね、うん、書こうと思ったらね、寝るっていう字がね、うん、書けないからさ、虫眼鏡探したのないんだよね。どこ置いちゃったんだろう、私の虫眼鏡。ああせっかくね、書くって、あなたでも約束したからね、一言でも書かなきゃと思って書いたんだけどね。ああないんだよ、そこ。今そこ覗いたんだけど、そこにもないし。あ、そうなんだ。うん、早かったじゃない。うん、ね。いいよ、別にひらがなで書くだけで十分だよ。え、ひらがなでもいいよ、十分だよ。そう、うん、そう。今見たんだけどね、あの字が細かくてね、ああ睡眠っていう字が出るんだけどね、うん、書けないの。そうね、寝るって何を寝るって書きたかった？え、寝るって何を書きたかったね。眠れないとかって書こうと思って、あ、うん、したらさ、書けないの。あ、だめだめだな。書けないってことは眠れてるってことじゃない？え、書けないってことは眠れてるってことじゃない寝てないって書けないんじゃない？眠れてるから。え、眠れないって書けないってことは眠れてるってことなんじゃない？そうなの。あら、またほらやって乗っかってくんだよね。あそこに水があるとサポッと入っちゃうからと思ってさ。ああ、お腹すいたみたいだからご飯あげる今。え、お腹すいたみたいだからご飯あげる。あ、そうでしょう、うん、だから私ね、やろうかなと思ったけど、これ読んだらさ、うん、なんか食べさせちゃダメなみたいだから、うん、大丈夫、うん、これこれこれ、おいでおいで、ほらおいでよ、おいでおいでおいで、ほらおいでおいでおいで、早く来いで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 。そうか、いいひらがなで。え、ひらがなでいいんじゃない？ひらがなでいいかな、うん、せっかく書けたから漢字の練習もしようと思ってさ、ああやったけどね、うん、字が細かいでしょ。ああね、だからこの字の細かいのを大きくするのここでやればいいのか、どこでやればいいのか。これ、この字も細かいの。この字も細かいの。それが最大だよ。あ、そうか。うん。これが最大なの？うん。そう。虫眼鏡がある、どこやっちゃったんだろうと思っています。ああ。うん。いいじゃん、とりあえずひらがなで書いておけば。え、ひらがなで書いておけば。ひらがなでいいか。うん、ね、またそんなね、気使ってるとね、うん、書くの嫌になっちゃうからね、せっかく書き気になったのに。そうだね。ねえ、うん、ほんとに。やっぱり絵とか木とかってなって文字ってなってるからね。うん、漢字は書けなくても書くことが大事だから。そうか、漢字書けないから面倒くさくなっちゃうより、ひらがなでも書いた方がいい。そうなのよ、うん、ね、じゃあそうするね、うん、そのうちだんだんまた書けるようになるかもしれない。あ、そうだね、うん、ね、うん、うん、頑張ってください。うん、お風呂入る？あ、うん、もうご飯食べたんだ。え、自分で作ったの？ご飯もうあるもんで。あ、そうなんだ、うん、買い物行かなかったんだ。あ、何、今日の、え、買い物行ってきた。うん、行ってきたけどね、これといってね。あ、でも何食べたかな今夜。これメンチカツじゃないの？え、メンチカツじゃないの？じゃないの。こうやってね、この頃ダメなんだよ、忘れちゃって。何食べたか書いてないんだ。うん、あ一生懸命買い物してきたのよ。あれ食べたの。なんであんなとこに虫眼鏡置いてあんの？え、あ、本当だ、あそこに置いてある。本当だ、あそこでなんか見たんだよね。ああ、うん、あのね、今日はね、おかず。あなたご飯は？あ、大丈夫。
そう？うん。じゃあね、これこれ、そこ入っちゃダメなんだよ。お魚があるかもしれないから。ね、なんだっけ、これこれ。魚焼いて食べたの。ああ。うん。それ何？え？アジ。アジだな。アジだ。サバ？サバじゃないな。サバにしか見えないけど。サバじゃないよ、アジだよ。いや、サバだそれ。え？サバじゃないの？サバじゃないよ。あ、ここに鱗がついてるの。アジ。あ、そうなんだ。うん。アジを焼いてね。へー、うん。ご飯炊いてね。あ、おにぎり作ってね。あ、そうなんだ。うん、ほら。すごいね。おにぎり作って。あ、お世話様でした。え？お世話様でした。それでここに、ここにおにぎりあるから、昼間もし食べるんならね。うん、わかった。こっちのね、食べればいいしさ。うん。ここに、あの、あれがあったけどさ、うん、あの、わ、ないと思って、また今日買ってきちゃったから。ああ、ありがとう。これ、古い方の日にち見て食べてください。わ、うん、かった。ね、うん、卵も買ってきたからね。うん。うん。ね。で、これもね、なんかしようかなと思って、買ってきたんだけどね。うん、あ、うん、そうなんだ。今日はね、いいやと思って。うん、そうだね。ね、うん、使って食べて。うん。ね。お疲れ様でした。うん。で、牛乳も一本買ってきたしさ。うん、わかった。咳止めは買ってこなかったんだ。咳止め、咳できて出なかったんだよ。昼は出ないですね。今慌ててさ、うん、大変だと思って、メガネがなくて見られないと思った。こんな、ああ、ここに置いてあったか。どうもね。咳、え？咳止め、買ってこようか。することじゃない。そうかな。夜、うん、夜すごいんじゃない？夜、これから。どうかもし、わかんないけど。うん。あんまり薬飲みたくないから。ああ、わかった。うん。うん。ね。うん。うん。それじゃあ、お風呂あなた入るなら入るかな。うん。入らないで寝ちゃおうかなと思ったの。ああ、うん。うん、ああ、いいよ。洗う。今日は入らなくてもいいんだけど。あ、うん。どっちでも。え？どちらでも。うん。別にいっぱいになんないよ、別に。そうなの？じゃあ構わずにいていい？これで。うん。うん、ね。そうなんだ。いっぱいになっちゃったらダメなんだろうと思って。ああ。消せるといいのにね。気になっちゃう。こういう見たいところが遠くなっちゃうからね。こういうの気になるね。気になるって、だって俺の携帯にだってババがそんだけ電話してきた数だけ俺の携帯に履歴残ってんだよ。だからさ、俺は気にしないもん、そんなの別に。そう、これしないように消せるんじゃ、消した方がいいかなと思ったんだけど、いいんだ、このまま置いといて。うん。そう、いっぱいになったらダメなのかと思ったの。古いのがいっぱい入ってんだよね。ああ。ね。そう。私、今日お風呂どうしようかな。食べてるね、ちゃんと。それで、消すところがわかんないもんね。消してん、画面消すの。え？画面を消すの。この画面を消すだけでいいの？うん。あ、こうやって、ただこうやって、ここで？うん。これでいいの？うん。なんかさ、わかんないことばっかりいっぱい入っちゃって、漢字の時使えないんじゃないかなと思って、あなたに聞いてね。いいじゃん、俺にいきなり、仕事中に何十回も電話かけれんだから。そうなの。使えてるってことじゃ、いいんじゃない？そう。ねえ、だけどさ、あなただってそんなかかったら迷惑しちゃうから。いや、でも使えてないことないじゃん。電話かけられてんじゃん。だけどこんなに なっちゃっちゃ悪いからさ。いや、それは別に携帯関係ないでしょ。そのババがかけようと思ってかけたんですよ。そうなの。ごめんね。ああ。使い方もこの頃分かんなくなっちゃった。ああ。
見てくれない？書いてあるの。あ、メイク落としって書いてあるよ。メイク落としっていうのは顔を洗う石鹸ってこと？これもかこうしつけてあるんだけど。ああ。これはどうだろう。え、今日化粧したの？え？化粧したの今日。化粧って一応こう。あの、染み隠しにちょこちょこっとして塗ったから落とさなきゃならないんだけど、うん、もう洗うのがなくなっちゃったらこれがあったからさ、これなんだと思う？それは後につけるやつ。顔洗った後につけるやつ、うん、これは、うん、あ、そうなので、これはそれ化粧、メイク落とし。メイク落としじゃ、これで顔洗えばいいわけ。あー、わかんないけど、うん、そうなんだね、うん、毎日と買ったんだね。ねえ、うん、じゃあこれで顔を洗って、これでなんだっけ、これはメイク落としか、こっちは。いや、そっちが後につけるやつ。後に、顔を洗った後につけるやつ、うん、あ、そう。じゃあ使った方がいいよね。ああ。ごめんね、いちいち聞いて。分かんなくなっちゃったのが、いくつもこうやってあるからさ、あなたのかなと思ったの。どこ行くの？ねえ、パパさんとこにいなさい。メイク落とし。でも聞いて悪いんだけどさ、これがメイク落とし？どっちがこれ？これがメイク落とし。顔洗うとき、うん、使うやつね。緑が後。これがあの顔洗った後。うん、じゃあこれで洗顔して、この洗顔した後これつければいいの？うん、ね、うん。ありがとう。じゃあ使うわ。あなたのかなと思ってたの。メイク落としとかそうなのね。ごめんね、すごくて。メイク落とし。覚えたの？え？覚えた。わかん、ちょっともう一回聞きに行ったら悪いと思って行かなかったんだけどさ、これがメイク落とし、オイルメイク落としって書いてあるからさ、うん、これで顔洗って洗えばいいんだよね、うん、で、これは顔洗った後につけるやつなの、うん、それで合ってる、うん、そう、うん、ね、うん、それじゃあそれで、あなたのかなと思ってたからさ、ああ、ね、じゃあそれで敏感肌乾燥のした人のって書いてあるからね、うん、で、これを先に使うんだよね、うん、ね、本当にもう、保湿性オイルメイク落としだから、メイクっていうのかな、お化粧したことだよね、うん、ね、これをつけて、これをその後つければいいのか。これは手につけるって書いてあるから、これは手につけるんだね、うんうんうん、ね、うん、なんかの弾みでこれ買っちゃあれなんだね。これなんて書いてある？これ。それもらったやつでしょ、プレゼント。あ、そうか。うん。あの人にね。うん。遠いとこの人ね。うん。いや、これは品物がいいんだね、すごくね。うん。これ手につけるんだって。うん。ね。じゃ手につけた方がいいのかね。うん。ね。そうか。本当に困ったもんだよ。
分かんないことだらけで。じゃあこれでいいことにして、それではこれからだと遅くなっちゃうからお風呂やめときます、うん、で寝ます。くだらないこと聞いてごめんね、本当に分かんなくなっちゃったもん。左サイド、松原のクロス、ジャーミンです。